業価チックチョコマはタイポンです。はい、ということなんで今回はちょっとパック開封祭りやっていこうかなと思います。チーム編成チャレンジのアドバンス、ハイブリッドリーグ、ハイブリッド国地域リーグ&国地域ハイブリッド、これね3個ね全部クリアしたので合計15パックあります。まあこれね前作までねアドバンス SBC ねトレード化でめちゃくちゃおすすめの SBC だったんですけど、今作ちょっと全部トレード不可になってしまったのでちょっとねなんか自信持っておすすめできないんですけど、パック引きたくてもう仕方なくなっちゃったので作っちゃいました。ジャンボレア2パックにレア選手も2パックで、レアメガとかメガパックもあるのでこれ結構ねちょっと期待してるんですけど、いやーワンズツーウォッチハーランド当たんねえかなーとか、アイコンとかさヒーローとかさ、まあ、トレード不可だけどちょっと当たってくれたらでかいんで早速引いていきましょう。スモールプライムゴールド選手パックから。15パックは割と時間かかったりするよね。おーライト上がっていいよ。フランスセンターバック、わー、エルナンデス84。幸先いいぞ、これ。アラウホー、まあこれダブっちゃったけど。いや、いいっすね、いいっすね。悪くない、悪くない。プライムゴールド選手パック。スモールよりいいからね。82以上確定なんで、ライト上がって、ウォークアウトして、お願い。あ、これはチャルハノール。もう何回も見た。チャルハノールだ。さあ、裏は、おー、マディソン。まあ他はちょっと微妙な感じにはなってる。これもトレードオフか。プライムゴールド選手パック。さあ、来て。お願い。お、ライトは上がってくんだよ。ポルトガル、RB、ペレイラ。よく来ますわ、ペレイラも。裏は、お、カマダ。カマダ当たった。じゃ次、ミックス選手パック行きましょう。これはちょっとあんまり期待できないかもしれないけど、ライトが、おー、アイコンだと思った。じゃレアエレクトラも行きましょう。8人以上は確定なんで、ワンチャン、アウト、ウォークアウトしちゃう。う、ライトが壊れた。ライトぶっ壊れ。ラキティッチ。おっと ?TOTW。シルバー TOTW とか、初めて当たったかもしれない、マジで。プレミアムゴールド選手パック。これ2個あるんでね。まあ、そろそろアウトしてもいいんじゃない？ライトぶっ壊れを業者呼んでこい。ライトぶっ壊れてる。クルゼフスキー。裏も微妙と。まあ、でもダブってないだけマシ。マジで。お、ワンズウォッチ。ワンズウォッチ。よし、ライト上がって。ブラジル?CTM? カゼミロ？あー、フェルナンド。俺、この人さっきもいたよね。じゃ、レアゴールドパック。まあ、これちょっと消耗品も入ってくるんでね。選手だけじゃないから、ちょっと確率低いかも。やっぱりライトが、不調ですね。おー、コウチーニョ。コウチーニョはちょっと特殊来たら強そうだな。プレミア3人衆だよ、これ。エンジン、アンカー、うまいね。これ、ナイトゥーもうまいっすからね、地味に。よし、あとはもう期待できるパックしか残ってねえから。じゃあ、まあ、メガパックかな？メガパック1個？メガパック1個。意外と当たったりするからね、メガパック。俺、メガパック結構神引きしたことあるから。ここで来てもおかしくないよ。あれ？ライト？ライト？ライト？おー、セメド、ファティとか、選手は多めですけど。おー、1000コイン、うめえ。あ、ラビオ、これ、多分俺、トレーカーですね、これ。オッケー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 。じゃあ次はレアメガかな。レアメガは、レアメガ2パック。ちょっと待って、俺、こんだけいいパックさ、こっから引いてウォークアウトなしとか、ちょっとさすがにメンタルきついよ。FIFAポイント消失してる中の、これはちょっと本当に来るよ、メンタル。じゃあ行きましょう、レアメガ。お願いします。頼む。ウォークアウトして。よしよし、ライト上がって。行ったか？ノイヤ？バウマンだ。あの、いい飽きても別にそんな嬉しくないんだけどね、実際。おー、TOTW、ミトロビッチ。裏には特に、いなさそうですね。アンカーとか嬉しいけど。いやー、微妙。組む気怪しくなってきてね。じゃあ、レアメガラストですね。お願いします。マジで。頼む、ウォークアウトして。ウォークアウトして。来そう。イタリア ?CDM。誰だ？ミラン。隣か。隣。この間も当たったな、トレカだけど。意外と高かったんだよな。裏は？裏も微妙だな。今回選手少なめ。おお、すげえな、これ。ホークホークアンカーアンカー。うわ、なんかめっちゃダブったし。ちょっとさすがに4枚ダブリはなんか、クイック売却したくなかったんで、この78プラスレアゴールド選手パックね、作りました。じゃあ次、レア選手パック行きましょう。レア選手パックはさすがに期待しちゃうよ。よし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 。ライト上がって、ブラジル RW は、ラフィーニャー。いや、でもまあ、スパサブでありがてえな。スパサブでありがてえ。ウォークアウトじゃねえけど。裏はどうですか？なんとも言えな。ムリエルなんか強いっぽいね、セリアだと。またダブった選手で78レアゴールド作りました。じゃあ、ラストレア選手。マジで頼むって。ウォークアウトしてほしいよ。特殊ではないけども。なんか眩しいな、すごい。キャム・ローマ。おー、ペレグリーニ。能力強いって、なんかすごい話題になってたな、ペレグリーニ。裏はおー、TOTW、キエリーに、おー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 、チュアメニ3体目。しかもラッシュフォードも来てる。
おい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 、でもちなみに持ってんだよ。でもちなみになんか昨日配信でさ、アップグレード引いたんですよ。3体目なんですよ、ちなみに引くの。うわ、ワンズと来たけど最悪や。マジか。78アップグレにちなみに使う男。それじゃあと肉パック、ジャンボリア選手パック、これはもう84以上なんでマジ期待できるし、もうワンチャンアイコンヒーローそこら辺来てほしいです。 OTW ウォークアウト見たいけどお願いします。今のところウォークアウトゼロはさすがに渋すぎるよ。来て。いやー、待て、頼む。こっからあるよ、ドイツ。おお、手足手剣ウォークアウトだけど、え、してこない、これウォークアウト。ウォークアウトしないパターン何なのこれ。あ、来た、遅い。あ、呼んだみたいなあれ、僕呼ばれましたみたいな。ちょっとそういうのいらないから。あ、なんだ。おお、なんだそれ、なんだこの演出何これガチでこれどういう心境で見たらよかったの。まあ、手足提言はでも正直うまいっすね、ぶっちゃけ。使うかもしんない。さあ裏にもポグバ、グリニッシュ、ブライモビッチ。くそ、まあ渋めですね。ちょっともったいないから78プラス作ります。はい、それじゃあラストいきましょう。ジャンボレア選手パック、さすがにこれもちょっとウォークアウトはしてほしいです。お願いします、神引き見せて。本当に神引きしたい、お願い。いやー、待て、やめて。RB。 あ、ウォーカーなら、ウォーカーだったらよかったな。アーノルド持ってるよ、持ってるじゃん、当たったことあるよ。これが現実か。ただまあ裏ね、裏あるかもしんないから、裏はあるかもしんないから、裏、結局裏よ結局は。おおお、アダムス、いらないけどいらないけど。おお、ロドリもウォークアウトじゃん。おい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 、TOTW の来て、あとは、おおお、トリッソ来てる。え、ワンズツーウォッチ2枚抜きしてんだけど。ただトリッソ持ってんだよなマジかよ、最悪やこれ。いやー、まあ微妙引きじゃないこれ、マジで悔しいです。じゃあトリッソね、ダブったから78アップグレーに消えてもらいましょう。ってことでね、15パック引いていきましたけど、まあウォークアウトは3体かな、まあ、実質2回か。手足提言、アーノルド、ロドリ、まあひどい結果でしょ。まあでも割と高レートは引けた部類には入ってるのかな。いや、どう、微妙だな実際。ファーサブで使えそうだなっていう選手は何人か当たったけど、結構悲しい結果になりましたね。はい、ってことなんで、ぜひ皆さんね、アドバンス SBC 前作ほどおすすめはできないけど、割とコインに余裕があってパック引きたいなって人は、まあ作っちゃってもいいかな。まあ結構かかるっすけどね、言うて。立ち回りとしては今やんなくても、もうちょっと後に作ってジャンレアとか引くようにするっていう作戦もまあ一応あるので、考えながらねちょっとやってもらえたらいいかなと思います。ってことなんで、次回神引きします。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。